どうなることかと思いましたよ。ついに開幕です。イエイ。と言っても最初はなんか無観客試合のようですね。でも楽天 TV で皆さん熱い声援をよろしくお願いします。皆さんの声援は選手の胸に必ず届くはずです。選手のみんなは特に今年は成績とかはね考えずに、全力疾走、まあ、高校野球みたいにダッシュで行ってダッシュで帰ってこいとは言いませんが、爽やかにスーッと行ってスーッと帰ってくる、ね、で特にこの今年は子供たち少年たちをこう意識してねプレーしてほしいと思うな。僕なんか初めて見たプロ野球、パーンと高いキャッチャーフライ、うおープロ野球選手のキャッチャーフライってあんなに高く上がるのかよとかね、また丸々選手ピッチャーゴロでも間一発でアウトだよ、足速えなーとか、子供っていうのはね意外なところで感動するもんです。そんなこう楽天 TV で見てる子供たち野球ファンに対してこう痺れるプレーね、三振もあるでしょう、エラーもあるでしょう、はつらつと元気にやってほしいと思いますね。そう、そしてさ、これお願い、シーズン後半もう3割打ったからって言ってさ腰に違和感をとか、もう13勝しちゃったからこの辺でいいんじゃないか、肘に違和感、そういうのやめてほしいね。僕からはそれをお願いして、コメントを締めたいと思います。頑張れパシフィックリーグ、ダナイ。